はい、おはようございます。さあ、今日朝、今現在7時半ですね。ちょっと今日遅めのスタートなんですけど、今日一日、配送業をちょっと撮っていきたいと思います。ね、どんな時間帯で、こう、ね、何時に帰るのかみたいなね。まあ、今日7時半からスタートです。今からちょっとね、段ボールの材料を引き取りに行ってきます。で、段ボール作ってるところにそれを納品という形ですね。そこから、お客さんの段ボールを積んで、2便目スタートみたいな感じの流れになっておりますんで、まあ、ちょこちょこ取っていきたいと思います。はい、今日は、まあ、題して、配送業1日ですね。ありきたりな名前ですね。はい。なら、行ってきます。ご安全に行ってきます。はい、積み込み場所着きました。ちょっとね、ここは、撮影は工場内禁止なんで、積み込んでいきたいと思います。今、着いた時刻が8時12分か。まあ、1時間かかんなかったぐらいかな。はい、それでは行ってきます。はい、積み込み終わりました。ちょっと待ち時間ありましたけど、今8時45分。まあ、少し待ったぐらいかな。さあ、積み込みも終わりましたんで、段ボール工場の方に行きたいと思います。はい、なら行くぞ。さあ、少しちょっと雨が降ってきましたんで、まあ、やだな。雨になるとちょっとね、配送も少し勝手が変わってきますんで、屋根のあるところのお客さんのところだったらね、いいけどね。ちょっとね、品物は濡らせないんで。さあ、とりあえず行きましょう。佐賀方面に今から行きたいと思います。これを宅で下ろします。さあ、高速で行こうか。そりゃがっつり事故ってるね。一人相撲なのかな。思いっきりフロントが潰れちゃってるね。Kが相手はいないっぽいね。なんかにぶつかったのかな。すごいな、すごいな。はい、到着しました。ただいまの時間9時31分ですね。はい、今からちょっとさっき積んできたやつを下ろしていきたいと思います。はい、よし、はい、下ろし終わりました。さあ、2便目を積んでいきましょう。ね、さあ行きましょうか。で、次がまた戻る感じかな。佐賀、鳥栖方面に戻って、あと4、5軒回って。今回は終わりになります。まあ、ちょこちょこ取っていきたいと思いますんで、はい、なら積み込み行ってきます。よし、はい、2便目積み込み終わりました。それでは最初は佐賀大和あたりですね。佐賀大和あたりに行きたいと思います。ちょっとお昼、今現在10時16分。あとお昼まで2時間ないからね、お昼休みにかからないようにできるだけ早く終わらせたいと思います。はい、ならそれでは安全運転で行ってきます。雨もね降ってるからね。さあ、行ってきます。高速で行きます。時間がねもうそんなにないんで、はい、お客さんのとこ着きました。まあ、10時55分、5分前に着きましたね。予定よりも。さあ、ここはとりあえずパレットで降ろせるんですけど、次のところ、ここ第2工場までありますんで、第2工場まで行ってきます。はい、なあ、ちょっと降ろしていきましょう。ここはい、第2工場着きましたんで、それでは、今から、ここはちょっとね、エレベーターで荷物を上げて、棚に降ろしてやらなければいけないんで、ちょっと時間かかりますね。さあ、行っていきましょうか。はい。はあ、ちょっと時間かかりましたね。今11時48分。どのくらいかかった ?30 分ぐらいはかかったのかな。ちょっと汗かいてしまいました。さあ、次。もうお昼かかっちゃうんで、お昼入れるところに先に行きたいと思います。さあ、なら、ちょっと運転、ちょっと距離ありますけど、行きます。はい、到着しました。さあ、ちょっと雨降ってて、ここ屋根がないんで、とりあえず、荷物を倉庫の中にこう濡らさないようにやっていきたいと思います。さあ、ちょっとここもね、時間かかりそうなんで、終わりました。さあ、次、今、12時44分か。12時44分なんで、まあ、行ってたら多分昼開けるんで、次、昼入れなかったところに行きましょう。さあ、もうあと3件かな。あと3件で終わりです。頑張っていきましょう。はい、到着しました。まだね、今、12時59分、ちょうど1時ですね。1時になりましたんで、まあ先に荷物は下ろしてしまいます。それから重量もらいに行こうと思ってますんで、もう場所は分かってますんで、やり方も分かってますんで、ね、こうやってやり方分かってると、融通が効いたりするんで、結構いいですね。はい、なら、それでは下ろしていきたいと思います。1個ずつね、種類別に、棚に納品してあげる感じになってますんで。さあ、やっていきましょう。はい、終わりました。ちょっとね、ファイルがいっぱいで取れてなかったけど。さあ、終わりましたんで。さあ、次、もう、あと2件は近くなんで、ささっと終わらせたいと思います。さあ、それでは行ってきます。ありがとうございます。どうでしょうか。はい、次の場所到着しました。さあ、ここは、よっこいしょ。はい、倉庫の中に、入れてあげなきゃいけないんで、ちょっとエアサスで下げようかな。さあ、倉庫の中に入れてあげないといけないんで、まあ少し時間かかります。さあ、行きましょう。はい。それでは、ラストですね。ラスト行ってきます。ちょっとね、食品会社さんなんで、ちょっと髪の毛をね、なんか、ダセーな。髪の毛が入らないよね。お仕事なんでしょうがないですね。さあ、なら行ってきます。すべて終了です。よいしょ。さあ、終わりました。はい。はい。よし。それでは、奈良家に帰りたいと思います。明日は朝済みなんで、今日はもう湯済みなしで帰ります。今の時間が、1時57分の2時前には終わりましたね。イエーイ！お疲れ様でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。バイバーイ。